総裁選への立候補表明後、初めてとなる日曜日に熊本を訪れた林芳正官房長官。来遊は同じ旧岸田派の金子恭之衆議院議員や馬場誠司参議院議員などの要請で実現しました。熊本市内で開かれた講演会には党員や党友およそ900人が集まり、防衛大臣や外務大臣など豊富な閣僚経験に触れながら支持を訴えました。この経験をすべて出し切って、この国のために、そしてこの地域のために全身全霊で働きたい。また会の前には大津町の酪農家を訪れ、農地が減少している実情などについて意見交換しました。